守備、打撃、走塁と軽快な動きを見せた。遊撃の位置では田中、上本らと並んでノックを受けた。試合での打球ではなかったけど、球が考えているよりも来たり来なかったりした。でも今日はそれが分かったので良かったと思います。春季キャンプで猛アピールし一軍延長を勝ち取った。3月は開幕へ向けてオープン戦が本格化する。27日には2軍の大野寮から1軍の大津寮への引っ越しを完了。